です。こちらの本を読んで、努力は人をダメにするって話をしたいんですけど、この本の中のデータで、ハサミね、こういうハサミのデータで、要するに使い勝手の良さだとかね、あとは切れ味、この刃のね切れ味、これらがどうなのかっていう、ね、その評価をしてもらうために2つの部屋を用意しました。1つの部屋には200枚の紙と普通のゴミ箱、まあハサミもあるけど、もう1つの部屋にはハサミがあって200枚の紙があって、普通のゴミ箱とリサイクルのゴミ箱、この2つのゴミ箱がついたということですね。そして結果的に、そのね、どれくらい違ったのかっていうと、ゴミの量が1対3の割合で分かれました。まず1の方は普通のゴミ箱だけ設置した方です。で、リサイクルゴミ箱とゴミの普通のゴミ箱、この2つが設置された方は3倍に、ね、増えました。つまり強制されると人ってダメになってくんだなみたいな、勉強しなさいとかね、頑張りなさいとかね、これやりなさいとか、作業を任されると人ってダメになっていく。まあ皆さんも経験あるかと思うんですけど、家庭用ゲーム機もしくは手持ち用のねスマートフォンとかのゲーム機でもそうなんですけど、まあおそらく家庭用ゲーム機でも6時間8時間とかぼっとして、月はもうこんな時間で日が沈んでるとかもないですか。でもそれって私苦痛でやってますか、やんなきゃやんなきゃと思ってやってますか。まずないですね。逆にですよ、ダイエットしてる人で、まあ必死で歩いてると、で近くにコンビニがあった、寄っていこう、ちょっとして、あ、自分へのご褒美だ、デザートって買いませんか、で食べる、でもカロリー摂取してますよね。まあこんな感じでダイエットする人は失敗するかのように、まあ大抵努力をすればするほど人ってねダメになっていくっていうような話がね、この本を通じて分かると思うので、もしかしたらこういう本を読むことによって、あ、好きなことやろうって言って何かね特技に目覚める人がいるかもしれないので、読んでみてください。それでは。